本気で世界を変えようとしたとき、人は己の無力さに気づく。聖女は民に全てを捧げた。しかし手にしたのは冷たい手枷と工場だった。世界は混沌としている。それは不公平で不合理だ。英雄は迫害され、悪は力を増す。醜いものばかりで美しいものなどない。世界の悪意は悪人が断ち切ろう。明日までの距離、そして彼女に対する世界の逆襲だ。しかし彼女の信者は決して諦めない。復活することはできない。世界は
意識が新しい容器へと入ることを許すが、容器が消えた意識を集めることは許さない。たった一人の彼女を救いたいなら、過去で新たな可能性を作るしかないんだ。これは別の未来、そして彼女の時空だ。生きるんだ。Overlap and then begin.